ゆずい、てめえの執事か。執事兼シェフだな。もてなしの美学を持つプロフェッショナルだ。服を含め、いろいろと心より御礼申し上げます。御流水様をご存知ではありませんか。心配するな。心配？残念ですが、私ごときが心配などしようとしまいと状況は変化しません。これが私の仕事ですから。早速出立いたします。いやいや、場所も知らないでしょ。フランス人？日本語は通じるの？本名も忘れたし性別も知らん。性別も？適当すぎんだ。腕の前には人種も性別もどうでもいい。違うか？失礼、流水様、皆様。この2日ノンストップそしてこれが俺たちの小麦から焼いたパンだ。This is パン。超絶長持ちで腹持ちもいい。できる限り正確な数字が欲しいのです。10ヶ月、腐らなければそれでいい。10ヶ月ですね。かしこまりました。ならばご用意するメニューはヤギの恵みのシュトーレン。これはすごい、ヤギのバターだ。水気がねえとそもそも菌が繁殖しねえ、つまり腐らねえ。こするようにこねる。失礼。流水様、千空様、ナッツ類が飛び出ていますよ。心より御礼申し上げます。完璧なおもてなしで全ての欲しいにお応えするのが私どもの仕事。今まで生きてきて嗅いだこともないほどね。そのわずかな時間でどれだけパンに熱エネルギーを伝えられるか。アホほど単純な科学だ。一気に熱ぶち込んどいてやったぞ。私は執事として必ず七海財閥を復興します。石神千空、彼が絶対に欲しい。ふん、分かっているさ。なんだこのパン、頭おかしいだろ、うますぎんだろなんか涙が出てくるね。数千年ぶりの本当にまともな現代食だから。ほほど欲しかった完璧な食料ゲットだな。欲しいイコール正義です。